親愛なる皆さん、私たちは皆さんに愛と挨拶を送ります。光の源、知恵、そしてアルクトゥルスからのエネルギーを持って皆さんのもとに参りました。私たちは創造主の表現であり、現在の皆さんの現実と消化において皆さんのお役に立ちたいと願っています。今皆さんに内なる目覚めに焦点を合わせるようにお誘いしたいと思います。皆さんに質問します。皆さんは自己の存在の中に何を目覚めさせたいですか？または何を目覚めさせたいと願っていますか？答えは無限にあります。技能や能力かもしれませんし、知識や知恵かもしれません。または癒しや光の伝達かもしれません。これについて深く考えてみてください。もしあなたが自己のうちに一つのものを目覚めさせることができるとしたら、つまりそれを活性化し、開き、体現し、表現し、そして皆さんの現実の中でそれを経験するとしたら、どのようなものを目覚めさせますか？それは皆さんと皆さんの現実、そして皆さんの霊的成長にどのような強力な影響力を与えるでしょうか？私たちは皆さんがただ一つのものを目覚めさせることを求められていると言っているわけではありません。しかし、この焦点が心を集中させ、皆さんにとって今の現実で最も役立つ目覚めと活性化についての理解をもたらすことができるのです。その後、もちろん皆さんのうちにおける他の活性化や目覚めを招き、求めることができます。皆さんには集中して決意を持って皆さんが求めていることを理解してほしいと願っています。意図を持って理解を持っていれば、皆さんが自己のうちに目覚めさせたいエネルギーや資質、それが何であれ、それを把握し、その旅を理解することができます。それは皆さんの存在や現実の中で経験されるまで続きます。意図の旅を理解することができると、自己のうちにこれらの目覚めを作り出すことがはるかに容易になります。それによって皆さんは過程を信じ理解し、自己のうちに新しい可能性を創造し目覚めさせることができるのです。なぜなら、皆さんが必要としているものや必要なものはすべて皆さんの存在のうちにあり、発見されるのを待っているからです。もしあなたが何かを感じ理解している、または現実に引き寄せたいと願っているものがあるなら、それはすでにあなたのうちに存在している可能性が高いです。一瞬立ち止まって、自分自身がいかに素晴らしいか、持っている可能性や能力がどれほど素晴らしいかを認識することが重要です。そして、あなたは創造主からあなた自身を通じて、あなたが望むことを何でも引き出すことができます。私たちアルクトゥルス人は、光のシャワーが起きていることを皆さんに伝えたいと思います。それらは流れ星のようなものですが、上や横に流れるのではなく、地球や人類の中に降り注いでいます。この光のシャワー、覚醒のシャワーは、あなたが受け入れる準備ができたときに、あなたのうちにおける活性化を支援します。あなたが自己のうちに目覚めさせたいと願っているものに、すでにアクセスしているなら、何千もの流れ星のような覚醒のシャワーを受け取ることで、それはあなたの目覚めと活性化のプロセスをサポートします。あなたが自己のうちに本当に目覚めさせ、活性化させる必要があるものにアクセスできない場合、あなたは創造主の宇宙からの覚醒のシャワーを呼び出すことができます。そして、それをあなたのうちに流れ込ませ、
あなたの現実と霊的成長において、あなたを支援する最も純粋な目覚めのプロセスにあなたの注意を向けるように依頼することができるのです。それは非常に強力な光の力であり、数えきれないほどの流れ星として現れます。これらの光の振動は迅速に動き、早く振動するため、あなたのうちにおける活性化と目覚めを生み出します。なぜなら、それらはあなたのエネルギーの振動の速度を増加させるからです。それによって、あなたは新しいレベルで、あなたの魂、あなたの真実、そして創造主に整列されます。これは今あなたに明らかにされることが意図されているものを顕現し、体験し、具現化する素晴らしい瞬間です。それはあなたの本質と真実から来るものであり、大きな発表のようなものです。あなたの内なる存在は、あなたに次の段階の消化、または消化の次の段階に必要なツール、資質、能力やスキルを明らかにしています。あなたの真実は、あなたの霊的成長とあなたの現実の中で前進するのを支援する新しい視点や新しい理解をあなたに示すかもしれません。可能性は無限であり、それゆえに創造主と創造主の宇宙からあなたの存在へ流れる非常に強力な目覚めのシフトといえます。しかし、あなたの存在へそれを呼び出す必要があります。そしてあなたは、あなた自身の言葉を使ってそれを呼び出すことができます。それによって、あなた自身を準備し、覚醒のシャワーの力、その活性化の振動速度、そして光を受け入れるためにオープンになることができるのです。私たちアルクトゥルス人は、あなたにこのプロセスを探求してもらいたいと思っています。もしあなたが行き詰まっていると感じたり、不確かであったり、何か決断を下さなければならず、どちらの道を進むべきかわからない場合は、覚醒のシャワーを使用することで、より大きな明瞭さを得ることができます。障害物が解放され、あなたの真実からあなたをサポートする方法で前進することができるでしょう。感謝します。私たちはアルクトゥルス人です。Thank you.